吉田さん「YouTube が利用できなくなりました」というタイトルなんですけどもこれ私のことじゃないんですよ YouTube の動画をたくさん上げてる時に、まあ、随分昔のやつがね随分昔のやつ本,本人も忘れてるぐらいの昔のやつがなんかその利用規約の変更によってアウト食らって一発でね退場させられたそうなんですよでその時にあのその人がね言ったのがねあの YouTube が利用できなくなってそのぐらいでよかったって言ってました あの場合によってはね g メールそのものがアウト食らう場合があるんですよそうなると結構 g メールに紐付けた資産管理のサイトってあるはずなんですよねそれも全部開かなくなるからもう取り返しがつかないっていうようなね人生に影響しちゃうようなインパクトがあるわけなんですよいやでもね私もねいっぱい動画上げてきましたんで今更ねいちいち動画を検証して取り下げるとか修正するっていうのは不可能ですよね うん、だから投稿が多いとそういったリスクがあるなっていうふうには感じました、まあ、ですのでこれからもねちょっと攻めながらも慎重にいこうかと思いますでそれでは6月になりましたんで新しい気持ちでいってみよう